三貝駅は愛知県ぬかた郡高田町大矢符福洲矢台池田にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA49。運行形態の詳細は東海道線を参照。高田町南部に位置し1967年に開業した。駅の所在地は高田町福津である。南独地名のため駅名決定時には 所在地名ではなく三金山への玄関口として三金が採用された。当駅前から三金山ロープウェイの山徳駅までの名鉄バスの路線が存在したこともあったが三金山ロープウェイが1976年に廃止されバス路線も一時廃止されたため三金山への玄関としての役割はほとんどない。高田町のみならず 鎌倉市西部の片野原町や西の浦町などからも一定の利用がある。停車列車は普通列車及び早朝深夜のみに運転されるとよはし岡崎間の各駅に停車する区間快速である。日中は上下線とも毎時2本の停車本数となる。なお、当駅伊東で所在地が群部となる駅は静岡県田形郡神奈美町の神奈美駅まで存在しない。 1900年、愛、三村に新駅規制同盟会が発足し、東海道本線の新駅を誘致する運動が始まった。愛、三村の動きを受けて、福津村でも規制同盟会が発足した。1906年に愛、三村、坂崎村、福津村の山頂が合併して、広田村が発足。これを機に、駅設置場所を愛見、 福岡区村の中間に位置する、芦屋信号所北350メートル都市、1908年に高台機が開業した。1951年から地元による誘致が始まり、9月2日、国鉄総裁宛てに陳情書が送られた。陳情書では、県立蒲郡公園を抱える観光地に近いことや、名古屋鉄道バス岡崎西の浦線しか、交通手段がないことなどが訴えられた。 地元では、福岡津駅設置委員会が設置され、1952年に175万円の寄付が集まった。また、1956年の東海道本線の電化に合わせて、岡崎市や刈谷市でも誘致運動が起こり、三地区が一体となった国鉄三駅設置規制同盟が結成された。しかし、国鉄の一駅なら、設置可能という声のもと誘致合戦となり、 不幸図でも片野原町や西野浦町、はず町などによる国定公園産金駅新設規制同盟会が発足した。しかし、進展は見られず、1959年に活動は停止となる。翌1960年に東海道新幹線の町内の土地買収に合わせて、再び陳情が始まる。1963年には町役場職員や同盟会員が、 佐藤栄作首相と直接交渉する機会を作り、政治的協力を得た。こうして、1966年4月19日に、非公式を取り行い、1967年3月20日に、三金駅が開業した。西岸駅だったため、事業費8437万3326円の総額を地元が負担し、うち1500万円は、 高田町の里、市場、海屋地区が負担した。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を備える。外部と駅舎の間、また駅舎とホームとの間は階段のみで、エレベーター、エスカレーターはない。岡崎駅が管理する、無人駅である。自動券売機1台及び簡易型自動改札機がある。高田の統計によると、 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。東口の駅前には交通量の多い国道248号が走っており、地下道が設置されている。東口のロータリーには岡崎警察署不交図駐在所があるほか、当駅設置の経緯を記した石碑がある。西口には愛知県道383号、蒲郡平気南線が走っている。 名鉄蒲氷線が衰退した今日、西尾市東はず町や、蒲氷市西野浦町などからこの駅まで自家用車で、向かい、パークライドを利用する人もいる。高田町の運行する、コミュニティバス、エコタンバス南ルートの停留所が、西口と東口にある。かつては、名鉄西野浦駅から当駅を経由し、蒲氷市街地までを結ぶ名鉄東武観光バスの、 市役所通船が運航していたが、2008年3月31日に廃止となった。ありがとうございます。